はい、動画をご視聴いただきありがとうございます。こちらのねチャンネルでは普段ギター系の動画をアップしてるんですけど、それと合わせてですね、本年2024年からですね始まりました新NISAのタイミングで私人生初めての投資を行っております。そのね投資結果を1週間ごとレポートしておりまして、今回の動画で、13回目になります。3ヶ月と1週目ですね。どんな感じになったのか、それでは早速行ってまいりましょう。はい、というわけでね早速新NISAレポートやっていきたいと思いますが、まず私がですねどんな感じで投資してるのかっていうのを簡単にご紹介いたします。1月から始まりました新NISA枠を使ってですね投資信託を行っております。で、投資信託の銘柄もですね極めて王道のやり方、アメリカのね優良企業500社に株式投資する S&P500 一本やりでやっております。それで3月までにですね成長投資枠年の上限240万円まで投資が完了しており、あと積み立て投資枠を毎月10万円ずつ投資しておりまして、4月の終わりまでに280万円の投資が完了している状態でございます。4月はね大変大荒れでしてね、急落とかありました。本当に元本割れギリギリのところまで行ったんですけど、最終的にはまあ利益のね今までの利益のプラス2万5000円ということで、損はしなかったという感じになります。スリリングな1ヶ月でございました。ね、YouTube とかですとね大変ネガティブなねコメントたくさん書いてあってね損切りしようとかねあったんですけど、まあそこを乗り越えてちゃんとプラスで終わった1ヶ月でございました。5月はねどんな感じになってるのかね、それではね行ってまいりたいと思います。数値の方をご覧ください。4月の、末、4月30日までの、合計の利益が15万2628円でございました。資産の合計でいうと285万2682円。ここからどんな感じになったのか、それではいきましょう。5月1日、292万62円。前日からの合計金額で言いますと7万4380円プラスになったという形になっております。それで翌日、5月2日、288万3401円、マイナス4万3661円下がりました。それでゴールデンウィーク挟みましてですね土日祝日挟んでおります。私銀行で投資しておりますから、毎日反映されるものではないので、結構日が飛びますが、5月7日293万8116円、プラス54715円、翌日5月8日295万8196円、プラス2万80円、翌日5月9日297万1461円、プラス13265円、それで、フィニッシュといたしました5月10日こちらはですね、298万8133円、プラス1万6672円ということでございます。トータルのね合計の利益が、正しくはですね18万8133円が正しい数字になりますね。それで、前週からの成長率で言いますと 1% 上がってるという形で、しっかりですね回復した上でさらに、成長いたしました。なかなかね12万7000円という数字が自分の中の最高の利益だったんですけど、そこをなかなか超えられず1ヶ月ずっと足踏みしていた状態でございました。で、5月に入った途端ねぐっと上がってですね、もうそろそろ利益が20万円目前まで来たということでね大変好調なんじゃないかなと思います。ということでね5月もね、どんどん伸びていくんじゃないかなっていう期待感はあったんですけど、なんかネットニュースでですねゴールドマンサックスのなんか記事を読みまして、 S&P500 は年末までにもうこれ以上伸びない、足踏みが続くぞみたいな感じの記事がございました。まあいろんなねこうネットニュースとか、まあ、例えば YouTube とかもそうですけど、もう4月の時にですねもう散々ネガティブなニュースを見てきました。
ね、損切りしろとかね、先ほども言いましたけど、だけど結局はプラスになっているので、まあそういう情報に惑わされずですね、シンプルに買い続けることっていうことと、あとはね、もう目先の利益をね、考えないで、もうとにかく、20年、30年寝かしておくっていう覚悟でね、信じて持っておくっていうことが大事なんだなっていうのをですね、今回の暴落で、暴落っていうほどの暴落だったのかよくわかんないですけど、まあ始めたばっかりなんでね、まあそこで経験したので、まあ先輩方の言うことはちゃんと聞こうということでね、やっていきたいと思います。はい、というわけでね、こういう感じでね、どんどんね、毎週投資の結果も報告していきます。まあ元はギターのチャンネルなんでね、まあギターの投稿がございますけど、本当にギターのしかやってこなかったね、素人がですね、投資信託始めてちゃんと利益を上げてる、しかもね、王道のやり方何も勉強してないですから、なのでまあちょっとはね、これから、新ニーサで投資始める方とかね、参考になったらいいなとは思いますのでね、今後もねご視聴いただけたら幸いです。次の動画でお会いいたしましょう。それではまたまた、ありがとうございました。